帰ってきた虎ノ門ニュース、高橋陽一さんが保守党の大阪凱旋の話題ぶっ込む、帰ってきた虎ノ門ニューススタジオ一瞬シーン、やはりタブーなのかという動画で、帰ってきた虎ノ門ニュースでは保守党はタブーっぽいことをご紹介しました。その後青山議員が保守党の名前を出しました。保守党の名前出た青山茂春議員、自由民主党の中から変えてこれをやるしかない、申し訳ないけど賛成と保守党にそれができるとは僕は思えない。虎ノ門ニュースが帰ってきたのは嬉しい限りでしたが、タブーなしと言いつつ実際はタブーありという旧虎八と同じ鉄を踏まないかは心配しています。そんな中、番組名を真相深入り虎ノ門ニュースに改め、第1回は元旦スペシャルとなりました。虎ノ門ニュース元旦スペシャル、2024年1月1日月曜日、青山茂春×高橋陽一×須田慎一郎。皆様明けましておめでとうございます。本年もこの虎ノ門ニュース何卒よろしくお願いいたします。いつもはですね、田中大輝アナウンサーが司会にいるんですけれども、本日は元旦ということで、私がですね、特別に須田慎一郎が進めさせていただきます。そしてそんな元旦にふさわしい豪華なゲストがお二人、私が大好きなお二人です。どーんとまずはね、自由民主党参議院議員のですね、青山茂春さん、はい、よろしくお願いします、とのことでした。大好きなお二人という言葉が飛び出しました。これは逆風吹き荒れる和也の乱当時には言えない一言であろうと思います。さらに青山議員の口から百田直樹先生と保守党の名前も飛び出します。腐ってるか腐ってないかはさておきながら、自民党腐ってる部分があるから派閥パーティー事件が起きるわけですよ。はい、なるほど。自民党の良き伝統というのは、やっぱり平場できちんと議論してね、多数を形成した方に寄せていくというのが、やっぱり自民党のあるべき姿。そして平場っていうのは、要するに1年生議員だろうがベテランだろうが、そこは平等ですよと、そこは自民党のいいところだなと。それが壊されてしまったっていうのは大きな意味合いがありますよね。ええ、だから LGBT の方々の問題だけじゃなくて、破壊的なんですよこれ。あとやっぱ総理が焦る人っていうのは、それは国にとって不幸ですよね。主導者っていうのは焦ったり、それからすごく自分に引き寄せたりすることがあっちゃいけないんですよ。それは古今東西の基本ですよね。高橋さんに無理に今言ってますけど。あはは。高橋さんの目から見て、この LGBT 問題ってどんな風に映ってますか？進め方っていうのは、荒井秘書官が急に話が出てね。出てきて、総理のね、荒井秘書官の話が急にプレイアップされて、こういう話になったでしょ？検討するとかいう風に聞いたんだけど、え、なんでやんのって。それと驚いたのは、岸田さんの奥さんが急にアメリカ行ったでしょ？何なのか。それで、私一応ね、自民党の公約フォローしてるんだけど、ずっとこのような話あったのはあったんだけど、参院選はないんだよね。ないのになんで話をするのかなっていうのが非常に不思議だったですね。私、公約に載ってないじゃないのって言ったら、いや、載ってるって言って、参院選の前に衆院選の話を載っけて、それは知ってますけど、参院選は違ってるでしょと。なんで公約にないような話をね、やるのかっていうのは正直いかんなかったです。それで岸田さんもなんか検討するなんて公約にはない話をね、急に言い出して、荒井秘書官の話からね、だからやっぱうまくやりたいのかなと、うまくやりたいっていうのかね、そういうことしか考えにくかったですよね。そもそもね、高橋さんの言う通りなんですよ。別に話を合わせるんじゃなくて、サミットって議論するためにやるんで、 LGBT でなんか言われたら議論すればいいじゃないですか。それ西洋の社会ではね、排他的にやりましたよね。日本違いますよって、議論を避けるんだったらサミットやる意味がないわけでしょ。この辺からやっぱり岸田文雄総理は総理としてふさわしくないんじゃないかっていうのが、実はメディアに出てきたりするよりももっと党内ですごく広まりましたよ。これはね、お二人に伺いたいんですけども、もう一点、二重の視点としてね、やっぱりこの法案がというか、この法律ができたことによって、やはり自民党を支えてきた岩盤保守層、いわゆるその人たちが相当反発した、あるいは相当批判的になったと、こういう状況ってやっぱりあるんですか？終わりでしょう。だから百田さんなどが日本保守党を作られたのもそういうことですよね。岩盤の思想だったかどうかは別にして、いわゆる保守と言われる人々から絶望感が出たのは間違いなくて、僕は総裁選出ますけれど、総理になったら、もしもなったらですよ、当然廃止する法律を作りますよ。いや、作るというか提案しますよ。はい、とのことでした。LGBT 法案の顛末の流れで誕生したのが保守党ですので、自然な流れでした。和也の乱渦中より、百田直樹先生は青山議員のことを散々ボロカス言っていましたが、そういった恨み節が一つも出ない上に、報道しない自由を発動せず、フェアに名前を出すのは素晴らしいと思います。そして最後に、高橋陽一さんの出馬についてやり取りが。最後になんですけど、ちょっと今度は高橋さんに伺いたいんですが、今巷では高橋さんの次の選挙に出馬するんじゃないかという噂が。お、本当？出るわけない、絶対ない。ないんですか？なんでやるの？いや、私ね、志ある人はやってもらえたらいいんだけど。志あるじゃん。
ない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 なくて、本当に逃げるっていうかね、そもそも私無理なんだよな、この選挙が。いやだって、炎天下で動くでしょ？できないわ、じゃあ、炎天下でやらなくていいですよ。あとね、私ね、趣味があって、さっきね、映画をね、125回見る、あれが見れなくなっちゃう。自分の人生の一番楽しみができないもん。これは無理だよ。見れないかな？国会開会中は無理か。国会だって、リモート行けないんでしょ？ダメです。でしょ？ほら、無理だよ。でも、映画館からリモートって、そもそもできないじゃないですか。他の観客が迷惑。いやー、国会議員になる人は応援しますけど、私はできませんっていう、できないっていうレベルなんです、私には。でもかつて、青島幸男さんが選挙活動せずに都知事になったりしたじゃない。高橋さんだったらできるよ。まずね、嫌なのはね、有馬さんは大丈夫なんでしょうけど、私ね、ポスターは自分の顔がポスターになるの、ちょっと信じられないのよ。これが顔で出ちゃうのって、ちょっとありえないな。高橋さんね、僕が選挙に出るのずっと断ってた理由が、今高橋さんがおっしゃってたことで、日本各地に行くと政治家の顔がポスターになって、しかも看板になって交差点に刺さってたりするじゃないですか。なんていうような仕事なのかなと思って、自分を売り込むことが仕事かと思って選挙出なかったんですよ。一点質問していいですか？ああいうポスターってもっとビジュアルかっこよく、例えばなんかほら歌舞伎町の人ホストみたいなホストが出してるじゃないですか、看板。ああいうかっこいい感じはダメなの？なんか決まってるんですか？ああいう、あの、僕は1枚も作らないので、選挙の時は作らないといけないルールだったから、春から公設の掲示板にそれで作ったんで、あとは一切やらないです、信念として。だから分かりません。いや、ああいう選挙ポスター、ああいうのってもっとかっこよくできないの？いや、あれって随分修正してますね。あっはっはっは、実物に合うと、え、全然ちげえじゃないって。はい、違うね、そう言われてみると。でも高橋さんだから、公設掲示板に貼るの1枚だけ取って、あとはなしでいきますよ。無理無理、制作言うの裏方なんです、私。表は青山さん、あはは、無理だよねっていう私はね。そういうことだと須田さんは出ないの？いや、私もね、違う、私は取材者だから、やっぱり取材してることが楽しい。僕もかつては記者だった。だから向こう側に行くっていうよりも、やっぱりそれを正しくね。向こう側って感じは分かりますよ。視聴者に、あるいは読者に伝えたいという、そこに徹したいなって。それは今までの人生で、明日から違う。あははは、議員になって守る会に入ってください。高橋さんも、まあ昔ね、官僚の時からもね、すんごく言われてね、出ろ出ろ出ろって、その度に全部逃げまくってた。はっはっは。ただね、こういう噂が出るのは出てるんで、やっぱりこの場でちょっと記者としてね、確認しときたかった。出ないというね。無理無理です。今無理とおっしゃってるのは出馬宣言ということで、青山さんには総裁選に出馬するね、高橋さんは次の選挙に出ないということが改めて確認されたというね、とのことでした。これ須田さんは保守党からの出馬を指し、青山議員は自民からの出馬を指しているやり取りに感じました。そして須田さんにまで飛び火したのは面白かったです。私は言論人に限らず、保守的な方にはどんどん出馬してほしいと思っています。百田直樹先生は出馬するか分かりませんが、保守層の受け皿を作る政治的動きをしているのはいいことだと思います。それらの一人一人の動きが一つ一つ反日議員から議席を取り戻す、日本の政治をまともにしていくには、地道な新陳代謝を繰り返す以外に方法がありません。近道特効薬は総裁選や大臣ポスト奪取ですが、当選回数の縛りがあるため、自然と世襲議員が有利になっています。与党から変える、野党から変える、双方から攻めていくというのが、ある意味最短のアプローチかもしれないかなと思いました。健康くんは果たして変わることはできるのかな。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。